やってんだよ。テレビの話。なんか番組に使えるネタないっすかね。殺人事件に強盗事件、相変わらず物騒なニュースばっかりだね。本当だ。うわ、バット持った外国人が大暴れです。そんなニュースあったの。うん、ヤクルトのサンタナ3打数2安打だって。野球じゃねえかよ。年のあの人何言ってん、どうでもいいわ。また河本が今度バスの運転手に噛みついてる。マジか。運転手に噛みつきたい人なんだ。こいつもね、いろいろあんだろうな、きっとな。あ、ヤスコパワハラ。新聞じゃないでしょ、それ。雑誌に載ったやつだ。いろいろあんだな、いろいろ芸能界も大変だよな。あー、とうとうあのあれか、連続殺人犯捕まったよ。ほんと。近所の人の証言、あんまりそういう普段そういう殺人とかするような人には見えなかったって書いてあるね。殺人をする練習をしてたとこも見かけなかったし、あんま見ないだろ。ダメじゃん、見られた。ナイフも持ってたとこ見てなかったし。普通そうだよ。でもあれだよね、このこういう近所の人の証言って大抵後から聞くとなんかとってもいつも会うと挨拶もしてくれて、とっても性格も優そうで、おとなしくて礼儀正しくて、とてもあんな大それたことをするような人には見えなかったんですよって必ず言うよね。いや、つぶやきしろ。そんなあるある言わないから。もうそういうやつは赤ペンを使って蓋をしようとして、どうしても気をつけてんだけど指に赤いのついちゃえ。それはいいです。何なんだよ、つぶやきしろはいいから。それはめっちゃいいです。でも確かにそうなんだよな。ああいうのほら、よくさ、すごい凶悪犯捕まったとかニュースやって、おとなしそうなやつが多かった。そうだね、そうなやつが多いんだよね。そうです。意外とああいう凶悪犯みたいなのってはさ、我々感じてないけどな、普段はさ、自分の身近に結構いるかもしれないから恐ろしいよな。いや、ほんとそう、そうそうそう。次はあなたの町に来るかもしれませんみたいなことだな、言ってみたら。わかんないからね。どこにいるかわかんないんだからさ、気をつけなきゃダメだよ。やっぱ治安も悪いしさ、最近。そうですね。なあ、マーチンスコセッシュの映画見た？マーチンスコセッシュですか？うん、最新作。はい。治安悪いよ。うん、あいつの映画全部治安悪い。映画はあるだろ、それ。またロバート・デ・ニーロがさ、悪いんだよ。大体悪いでしょ、ロバート・デ・ニーロ。いい加減、もういい年なんだからさ、愛役断りゃいいよ。何を見て言ってんだか知らねえけど、うん、だからもしかしたらこの会議室にも、下手すりゃ俺たちは気づいてないだけで、後で俺たちが証言者になってさ、あんなことすると思いませんでしたみたいなことになっちゃうかもしれないから。連続殺人の犯人とかこんな部屋の中にいるかもしれないから。もう油断できないぞ、お前気をつけろよ、お前。いやー、なんで俺だよ。いや、俺がなわけねえだろ、なんで俺が連続殺人犯なんだよ。なあ、なあじゃねえ。この中だったら、この中だったらじゃ失礼だな。お前隠し事多いから。隠し事そういうことじゃないから。ただね、この間ほらみんなにちょっと診断テストみたいな受けてもらった、覚えてる？おー、受けた。なんだったんだよ、あれ。もういい加減。いやいや、うむも言わさずさ、説明もなしにな。そう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 、診断テスト受けやさ、サイコパス診断かなんかですね。なんだよ、そうなんだよ、まさにそこですよ。なんだよ、全然説明もなくてさ、いきなり朝来たらさ、診断受けろって言ってさ、そういうもんだ、診断っていうのは。そう思ったろ、お前。そうそうそう、なんだったんだよ、本当ですよ。いきなりだったから。いきなりやるところが意味がある。何の前触れもなくてさ、うるさいよ文句が。何がだからね、つまりこういうことですよ。そういうほら、どこにそういうね、サイコパスがいるか分かんない、だからこういう職場の中だって我々いつもこうやって交わしてるけど、分かんないっていう可能性はあるんだよっていうことで一応受けさせてもらいました、皆さんに。で、これ結論から言うと、これ、まあ、結果出てるんですけど、ここにいる人たちの中ではサイコパス度全員がゼロです。
ゼロってどういうことだよ。0点0点かよお前、散々受けさせておいてお前どっちかって言うと喜ばしいことだと思ってください。結構勉強したんだよ。勉強しちゃダメ勉強することじゃないのよ。そうなんじゃないの、いや0点でいいの、サイコパスじゃないってことになったの。そういうことだ。そもそもさ、うん、自分たちの仲間をそうやって疑ってたわけ。最低だろお前。本当に本当ですよ。うん、いやいやいや、さっきお前らが俺をサイコパスだっていうのを決めつけて疑って。決めつけてないよ。キャーとか言ってたろ。それはだから見た目のことだもん。見た目じゃ余計失礼だよ。見かけによらないっていう話をしてたけど、見た目で驚いたんだもんな。はい、お前なんで仲間をそう裏切ることなんかすんの。いやいや、お前疑って。お前がサイコパスじゃねえか。いやそんなことないですよ。お前どうだったんだ点数は。いや俺受けてないよ。はぁ、あ、だって俺ここの社員じゃない。知ら、俺は局の人間でこの社員じゃないから。本気でサイコパス。いやいやいや、一応受けますよ。本気俺は受けません。外から見てだから。ね、ただあの、うん、残念なことにね、一人だけサイコパス度満点の社員。満点が怖いじゃないか。そんなのお前、そうなの、ちょっと心配だから。完全にサイコパスじゃねえか。そうなの、まあ、このサイコパス診断テストにおけるともう完全サイコパス。いやそれダメだろお前、いやだから心配なんで。クリスローなんだな。いやそこ含めて今日ね、そいつ呼び出してます。なんで呼ぶんだよお前。そんなサイコパス呼ばれても困るよお前。いやいやいや、俺ら対応できないよお前。そんなサイコパスのやつで一応会って、だから皆さんも知ってる人ですからね。いややだよそんなの。いやだからそれ会って、先に言えよ。いやだから今日もうすぐね来るはずなのよ。ちょっと待って、先に言えよ。不安だろ。いやもうでも呼んでるから。そのサイコパスが来るんだろ。来るよ。これお前がやってることがサイコパスだ。名前も告げずにさ、100万点の人今から呼びますって。怖い。お前がやってることが一番サイコパスだから。もう来る、早く来いよ。遅いからあいつ。もういますよじゃないよ。え、もういますよ。え、誰、もういます。どこどこ、何。お久しぶりです。なんだよ。幽霊社員の暗黒王子です。お久しぶりです。イケメンじゃん。いやイケメンじゃん。イケメンか。幽霊社員ってあんま言わないけどね。え、てか何したの。いたの。ずっといましたよここに。え、はい、どういうこと。あ、僕これたまにやるんですよこれ。何を。会社にこう誰よりも早く来て誰よりも遅く帰る、まあ、誰にも気づかれたことないですけど。何やってんだよ。怖えな。出社してんだったら働けよお前。何やってんだよそんなとこで。誰かが僕の悪口言ってたら出てこようと思って。どういうこと。陰口を言ってたら本人がいたって気づいた時の人間の顔ってあれ最高じゃないですか。えだから僕ね、あの顔をこう写真に撮って集めてこう一つのアルバムにするのが夢なんですよ。完全なサイコパス。絶対サイコパス。絶対サイコパス。完全なサイコパス。さすが満点だな。噂話が出るわけないだろ、お前に気づいてないんだから。お前のことなんか一生も何にもないからな。噂話するわけないでしょ。別にしてくれたっていいじゃないですか。サイコパスじゃねえかお前、どう考えても。しかもお前幽霊だろ。幽霊でサイコパスってもうキャラ乗っけすぎだろお前。キャラを乗っけすぎ。本当に幽霊なわけじゃないですか。何、偽の幽霊なの。偽の幽霊、幽霊社員だ。幽霊社員だろ、はい、幽霊だろ。だって幽霊社員は別に幽霊じゃないですよ。そうなの。生きてる人間なんで。生きてる人間なの、はい、生きてる人間です。生きてる人間なのに幽霊なの、はい、幽霊社員、まあ、あんまり来ないから。なんでそこはこだわってんの。言ってることが分かんない。幽霊部員とかあったでしょう、学校で。幽霊部員かみたいなことですよ。それでサイコパスなのか。いや別にサイコパスではないですよ。別にサイコパスだろ。ちょっと診断結果出てるから。いや一個一個ちょっとちょっと確認していくから。ちょっといい。じゃあね、診断テスト。例えばね、初めて使うキャリーケースの開け方が分からなかったら、うん、ハサミで壊して開ける。え、これは。これ丸ですね。丸してるよね。丸どういうこと。ハサミで開ける。初めて買ったキャリーケースだろ、はい、新品だろ。新品の。この前長野県にそのお笑いライブ行くことがあったんですけど、そのキャリーケースにいっぱい小道具とか衣装とか入れて持ってったんですよ。買ったばっかりの。買ったばっかりのやつに。でライブ始まる時にじゃもう全部衣装とか出さなきゃと思ったら、その開け方が分かんなくて、でも本番近づいてるから、あーもう無理だと思ってさ、ハサミを借りて、ハサミでもうチャックのところからなんとかこうキャリーケースこうチョキ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 って切って、なんとか開けて、で全部こう物出したんですけど、そしたらその僕の横にあのウエストランドの河本さんがいて、河本さんが、いやそんなのしなくてもここしたら開くがって言って、ピョンってボタンしたら錠がポンと取れて、全然そのボタンを押せばすぐ開いたんですけど、それ分かんなくて僕はハサミでやっちゃったっていう。最
コパス買ったばっかですもんね。買ったばっかりでハサミで壊さないよ、ね、しかもそれをじーっと横でボタンを押せば、うん、開くの分かってて見てて言わなかった河本もそうですよね。サイコパスだよな切らしてから言ったわけですよ。切らしてから言ったわけだろ。しかも多分いろいろあった直後だったんでおとなしく楽屋で退社した。あいつに噛みつかせればよかったじゃん。なんで噛みつかせればよかった。歯で開けてもらった。噛みつかせればよかった。ちょっと怪しいなやっぱな。怪しいところの詐欺じゃねえやバカ野郎。あとこれもこれもちょっと、トイレは電気を真っ暗にして入る丸してんだけど。あ、これは丸しましたけど。ええ皆さん時間ですか。いやいや真っ暗に明かりつけるよな。一番つけますよ。いやトイレってその真っ暗にして入ったら本当にねこう窓もないから真っ暗になれるじゃないですか。なりたくないだって暗いから困るじゃん。だってで普段もうみんな目からいろんな情報入ってきて疲れるじゃないですか。いや目からつかめない。だから目を休めたいんでトイレ入った時はもう真っ暗な状態で電気つけずにずっと目うんこだろうとろこうおしっこは言わないけどだろうは言うの。サイコパスだろうと。うんこだろうとおしっこだろうと。おしっこだろうと。どういうことなんだよ。だって分かんないじゃん。でもそうそう電気真っ暗だったらな。だから紙だったりさ、はい、そうそう見えないのかさ。はもう拭いて。さすがにちょっとドア開けて。ドア開けない。電気つけないで。いや電気はつけたくないですよ。なんで。いや眩しいから。眩しいってよく生きてられる。普段は眩しくてしょうがないじゃん今とか。はい、てかトイレぐらいはねこう眩しくなくいたいじゃないですか。その真っ暗な赤した方がちょっとね怪しくなっちゃうんだよ。こいつなんかだってもうきらびやかなスタジオでうんこするタイプだからね。スタジオそれは別にあのさあここでするじゃなくて、はい、出ちゃった時ね。ものすごい眩しい状態で。いやいやいやもうたくさんのカメラが狙ってるっていうか。うんこすんだよ。それはだからもう情報だらけの中でうんこしてる。情報あれ情報出してんのあれは。いやいやいや出して情報出してない。パンパンになっちゃった情報。その時あの山瀬まみさんがゲストで結構楽しくトークしてたんで、はい、途中でトイレ行けますが言えなかったんです。小学生じゃない。あとこれもちょっとやばいよ。無防備な偉い人を見ると殴りたくなる。丸してんだけど。ああ、まあまあ丸。丸だろお前。丸。無防これもう犯罪者だよ。じゃ実際に別に殴ったりはしないですけど。怖い。そうだろう。なんかこうねこう人が集まってる時に、うん、まあね。うんなんだろう僕の横にいるけど例えば川田さんとか今、うんうん、例えば僕に殴られるなんてみじんも思ってないじゃないですか、うん、当たり前だからもし殴ったらこれどうなるんだろうと思って。いや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 さあ、やばい。それを妄想してんの。でだからたまに本当にだダメダメダメみたいな。いや怖そんなことない。えダメダメダメ犯罪者呼び込んだよ。ダメダメ怖え。違う違う絶対にいつかやるよお前。絶対にやらないですこれは。いやいや分かんないよな。あとなんだろう家に例えばなんだろう引っ越ししましたってなってなんかガスの開通ですとか言って業者の人が来た時とかに、うん、えこの人背中向けてるけどえ殴られたらどうすんだよ。いやいや分かんないからそれは。危ない危ねえな。うちの社長とかが無防備でもうそう考えて笑うのよ。ねえ無防備に酒飲んでちょっと隣で社長はでもこれは自分の普段の生活とかも考えちゃうんで今後の関係とかも考えちゃうんでそこはさすがになってないですけどまだなってない、はいあねうん、田中ぐらいだったら考える。いやでも確かに何だろう確かに確かに一番それこそね一番そんなことしちゃいけない事務所のねこう若手がいやいや一番そんなことしてない人じゃないやつに。そうなんですか。してもいい人だしてもいい人でもないからだからこそ確かに絶対それこそだから周りの社員さんがもうお前何やってんだって来るだろうなと思ってそれそうだねそれをなんか考えちゃってこうみんなが大きなリアクションしてくれるって思うとな何かお前すげえ歴史に残るすげえ大きな犯罪を犯しそうだね。絶対にいいなこいつ。これはやらないテレビの本番中とかにさそのためにお笑い頑張ってんじゃない。生放送で事件起こすぞじゃなくてこういうやつ一番お前楽しいですね。生放送向いてないんだよねえ。お前が言うなお前が言うな。あとこれサイコパス診断で高得点を取ったことがある
って書いてあるんだけど、はい、これ前にもやったことあるの、そういうサイコパス診断テストって。あ、そうですね、あの前に僕が連れてきたあのバズサワってやついたじゃないですか、あ、ね、あの大きい眼鏡かけたやつ、はい、いたな、はい、あのバズサワに YouTube の企画でやらされて、うん、そしたらなんかわかんないけど高得点って言われましたね。あのバズサワってあるだろ、あのなんだ、あのこんなデブでさ、はい、童貞のやつだろ。そうですね、そいつバキバキ童貞、バキバキ童貞やな、あいつなんかほら登録者数がさ、うん、70万を超えた時に、あ、そうだ、ね、あいつだろ、すごいよね、そうですね、うん、ただその前お会いした時70万人だったんですけど、うん、そっからまたちょっと状況変わりまして、ずいぶんだって増えてんだ、そうですね、今増えてるよ、登録者どれぐらいだと思いますか。前回70万、はい、今じゃあ72万人ぐらい、いやいやいや、そんなもんじゃないです絶対、そう80万ぐらい、80が出た、さあ他にないか、他にないか、85、さあ90、セリになってんじゃねえかよ。セリやってんじゃねえんだよ。セリやってんだよ。やったじゃねえ、やったってしょうがねえだろ、まだやったってしょうがねえ、トークなんどんぐらいになってるか、増えて200万とかいってんのか、あと世界152万人うサブ引くわ、すごい、150ですけど、200万っつったな、150はい、すごい数字なんですけどね、200万とか言うからちょっと全然少ないじゃん、お前らがちまちま上げるから、ちまちまじゃないよ、お前普通分かるだろう、だって70万から言って200はないよ、いくらなんだってさ、100万ぐらいだったらまだ分かるけどさ、まあ悪かったけど150万だよ、お前全然152万ってすごくね、お前が先に200万って言っちゃった、お前ほんとそういうとこサイコパスだよな、サイコパスじゃない、こいつが一番サイコパスだよな、誠に遺憾です、残念です、私バキバキ童貞のグンピーの社長です。あとこれ気になるのがね、後に相方になる友達を1日100発殴ってた、まあ、丸ではあるんですけど、丸なの、そんな大学生の頃に出会ったんですよ、うん、今の相方と、はいはい、バキバキ童貞、バキバキ童貞と、バキバキ童貞と、で、まあ、こっちもこうツッコミとかそんな分かんない大学生で素人ですから、うん、とりあえず、まあ、殴って、うん、そうはならないよね、普通ツッコミとか分からない素人だからとりあえず殴るってことはないよね、ないですね、一回二人で、まあ、朝から夜まで遊んでた日があって、うん、でその時に夜、まあ、遊び終わって帰ろうってなった時に向こう相方から、いやちょっと今日1日で多分100発は殴られてるわって、うん、不満言ってきて、うん、僕もそれえと思って、そんな乱暴者みたいに言われたけど、さすがに100発も殴ってるわけないと思って、でもカチンときて、カチンと、で100発も殴ってるわけないでしょってパパパパパンってその勢いで5発殴って、あ、こんな一瞬で5発出るんなら100発はやってるわ、バカだろこいつ、怖い怖い、もう話が全然見えないんだどういう感情なのそれは、ね、それは僕はもう無意識に殴ってた、無意識に殴ったの、でしかもそれきっちりしようと、その変なふざけたこととか言ってくるから、そんなふざけたこと言うんじゃないっていう、いやいや違う違う、その計算でいくと1日でバキバキ童貞が100回ボケたってこと、そうですね、そういうことだ、100回ボケた、すごい、それで100発殴っちゃうんだ、怖いね、ちょっと危ないんじゃない、危ないよね、でもその昔のことなんでね、全然コンビがね、はい、ハルと飛行機っていう名前じゃない、はいはいはい、これはどういうことでこの名前になったの、あ、これはあのハルと飛行機、まあ、略してハル飛行、うん、けど略してハル飛行になる名前にしたかったんですね、どうしたの、なんでなんで、はい、どういうことですか、僕の幼馴染で、うん、その地元に飯島春彦くんっていう子がいるんですね、うん、学校知らねえよな知らないと思うんですけど、本当に僕のただの幼馴染なんですけど、でそのお笑い芸人こう相方とやろうってなった時に、うん、僕相方の芸名を飯島春彦にしようと思って、なんでだよなんでだよその飯島春彦いるんだろ、もう、あ、います地元に、二、はい、人になっちゃうじゃないか、なんですけど、その急に例えば相方本名は山口博樹って言うんですけど、山口博樹っつうの、バキバキ童貞、うん、バキバキ山口博樹なんですけど、ずっと山口博樹で20年以上生きてきた人間が急に飯島春彦に名前変えられたら どうなっちゃうんだろうと思って、いや、どうなっちゃうんだろうどうなっちゃうんだろうないよ別に、自分が誰だか分かんなくなっておかしくなっちゃうんじゃないかと思って、
でそれを一番横で近くで見てようと思って、いやおかしい、言ってることが全然わかんない、全然理解できないよね。それ何が楽しいの？はもうおかしくなっちゃう様を。おかしくなっちゃう、お前相方だろ、だっておかしくなってほしいの。そうですね、まあせっかくなら相方として頑張っていかなきゃいけないけど、でもそれ以上におかしくなっていく方が見たいなが勝っちゃった。いや怖いわやっぱり完全にサイコパスじゃねえか。そんなの嫌がるだろ、冗談じゃないって嫌だと。それだから嫌だよって。しかもね、その飯島春彦も別に俺知らないし、そうだよな、なんかすごいダダこねてきたんで。ダダこねるって普通のリアクションだよ。ってきて、あ、じゃあじゃあ分かりました、じゃあ名前は好きにしていいですよ。で当たり前だよね。でじゃあコンビ名、じゃあ僕決めますねって言って、で、まあ、春と飛行機っていう名前でライブにエントリーして、で、あ、もう春と飛行機っていうコンビ名でいいですか、あ、まあまあいいんじゃないって言って、でライブ当日になって、これ春と飛行機って僕ら名前決まりましたけど、これ略したら、これ春彦なんですよ。あ、あ、春彦まだいた。ホラーの話だよ。最高まで。なんだよそれ。なんでそれが楽しいの。で、そうですね、それが楽しくて僕は。ね、相方がおかしくなってるとこを見たかった。いや相方かったかなっていうか、はい、春と飛行機グループ名だろ、はい、じゃあお前も春彦になっちゃってんじゃん。僕も後輩とかから春彦さんとか言われるようになっちゃって。なっちゃったから。そうですね。春彦じゃないのに嫌だなと思って。いやおかしたんだよ。どう考えたら。何なんだよ。サイコパスだよ完全に。サイコパスだよ。本当サイコパスだよ。それ楽しいなと思っただけで別に。いやちょっと一緒にこれ働けないのこれな。ダメだ。怖くて。ああもう首首にするしかねえな、はい、ちょっと皆さんいいですか。何みんなでね一緒に仕事した仲間をサイコパスサイコパスって、それ失礼じゃないですか。確かにそうだ。え、俺が悪かった、ごめんな、仲間だもんな。早くないですか。ちょっと今僕が熱く語る見せ場のとこだったんですけど。いや俺が悪かった。俺が悪かった。俺も悪かった。ありがとう。お前の言う通り。いや本当に悪かったと思う。あの君も悪かったと思うよ本当に。早い。こういった診断テストがこう良くないね。だこういうのも一切今後やらないように、俺からも上にちょっと掛け合ってみるわ。はい、ごめんね。はい、はい、もう分かってもらえたら大丈夫です、はい、じゃあ聞き取り直して会議しようか。はい、そうだね、はい、頑張ろう。会議、はい、じゃあ会議会議、はい、よし。あ、痛い。お、無防備だったんでつい。こっちやっぱ首だな。首だよ。出てきたもん、ここまで。ここまでわざわざ出てきた。振り切ってました。振り切った。やめて。分厚いし、一番最後まで分厚いよ。次回、川田製作健康診断を義務化。